どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。先日ですね、中華最新シーズンでの強テンプレ編成15選という動画をですね、作らせていただいたんですけども、前編後編ともにたくさんの方に見ていただいております。本当にありがとうございます。で、その前編後編の動画の中でですね、一番強いと目視されている編成を紹介したんですけども、それがですね、今見ていただいている天候超角立と呼ばれる編成になってるわけなんですね。で、今回はですね、この編成を深掘りしていこうかなと思ってるんですけども、最初にお断りしておきたいんですけども、この編成が最強としてるのはですね、僕が見せていただいた画像によってということになってるわけでですね、他の画像ではですね、この編成が最強とはしてない場合もあるわけなんですね。なんでこの辺だけちょっとご理解いただけたらとは思うんですけども、何せよ強い編成であることには変わりないということですね。ただ、いろいろ組むのにですね、縛りと言いますか、まあ、難易度が高い部分っていうのもですね、どうしてもありますので、そこら辺を細かく説明していきたいと思います。まずは編成難度を確認してみたいんですけども、かなり高くなるんじゃないかと予想されますね。曹操や劉備に関してはですね、シーズン1から登場してますけども、ピックアップで登場せずにですね、さらに低排出枠ということになってます。で、聴覚に関してはですね、ピックアップで登場はするんですけど、こちらも低排出枠なんですね。で、ロシュクに関しては、シーズン3の限定武将、さらに低排出枠ということになってるので、ランクアップはかなり重ねにくい編成ということになってると思います。ただですね、こちらの編成、ランクアップが進んでないと、そこまで強くならないかもしれない。特にロシュクに関してはですね、しっかりとランクアップを重ねておきたいっていうところがありますので、この編成のポテンシャルをですね、最大限に発揮しようと思ったらですね、まあ中途半端な課金ではなかなか難しいというふうに予想されます。次は装備品を確認していきたいんですけども、聴覚の武器ですね、こちらが必須になっております。急切錠という装備なんですけど、これにですね、聴覚の専用スキルの天候をつける必要があるということですね。で、こちらはですね、固有戦法発動時に 70% の確率で追加1回の計略ダメージを与えるとありますね。なんで、相当な高確率でですね、与えられるダメージが大幅に上がるということになってます。もともと聴覚の固有戦法というとですね、非常に火力が高いものになってたんですけども、こちらを覚えさせることによってですね、さらに上がる上にですね、制御付与の機会も増えるということになりますので、こちらは必須ということになってます。ただですね、こちらの天候に関してはですね、割とその覚えさせるのは難しくないんじゃないかと個人的には思ってます。というのがですね、勲功昇天でこの天候は変えるということになってるんですよね。で、この急切錠の図面というのはですね、属のレベル10が落とすということになってるんですね。僕自身もですね、シーズン6終戦してからですね、属狩りまくって、この急切錠の図面っていうのはですね、割とあっさりと入手できました。で、周りの方でもですね、入手報告っていうのは結構上がってましたので、そこまでね、入手難度は高くないんじゃないかと思います。こちらの装備およびスキルに関してはですね、僕程度の課金者でもですね、運が良ければ入手できるものということになっております。もう一つの装備ですね、今度は防具の方になるんですけども、こちらにもですね、スキルが必要ということになるんですね。それはこちらの援護ということになってます。でですね、発砲や妙害っていうもんかなっていう鎧の専用のスキルということになるんですけども、1段目に全ての遊軍を援護するということになってますよね。これを聴覚に、装備する必要があるということですね。こちらの入手難度はかなり高いですね。この援護というのがですね、一応その、破業報酬での入手しか、まあ、確定で手に入れれることはないということになってるんですね。なんで、そのシーズンでの覇者になりつつ、貢献200位以内かなぐらいに入らないとですね、この破業報酬というのはですね、もらえないということになってますので、その点ハードルが高い上にですね、この八方や妙害という、鎧をですね、鋳造できてなかったらですね、こちらの援護のスキルを覚えさせられる状態であってもですね、まあそれは叶わないということになってしまいますので、僕なんかはですね、この援護は入手する機会はあったんですけども、この八方や妙害の方はですね、手に入れれなかったということになってるので、かなり厳しい条件にはなってくると思います。ただこちらの装備というのはですね、ロシュクを使う編成においてはですね、非常に重要ということになってますので、入手する機会がある方はですね、まあ早めに入手しておくべきかなと思いますね。ロシュクを持ってなかったとしても、テーフなんかに装備させてもですね、非常に優秀な装備ということになります。
でですね、なぜこれを聴覚に覚えさせるかと言いますと、ロシクの固有戦法というのがですね、一番ダメージを受けてる武将にですね、その属性を振り分けるという内容になってますので、そのメインアタッカーの聴覚にですね、しっかりと属性を付与してですね、効果力を出してもらおうという狙いですね。その確率を高めるためにですね、この援護を装備させるということになっております。次、肩の確認をしていきたいんですけど、おそらくですね、耐久と万能の間ぐらいの肩になるんじゃないかと思います。ちょっと耐久寄りになるかなっていったところですね。縦の編成で一応兵種戦法っていうのは覚えさせてないということにはなってるんですけども、異部軍民であるだとか総戦釈戦であるだとか残匹騎法のような戦法ですね、積んでるということになってますので、かなり硬いことが予想されますね。でですね、特に異部軍民と残匹騎法ですね、こういった耐久力が上がるような戦法を2つ積んでる編成というとですね、基本的には硬いということになってるんですね。でさらにですね、継承戦法での回復ではトップクラスの総戦釈戦まで積んでるということでですね、これはまあ硬いだろうというところですね。でさらにですね、曹操のところが劉備になるとですね、劉備の固有戦法でも回復できるということになるので、なかなか削り切ることは難しいんじゃないでしょうか。逆に曹操の場合はですね、友軍の火力を上げるということになりますので、その曹操の場合はですね、ちょっと火力が高めの、天候聴覚盾になって、劉備の場合はですね、耐久力が高めの、天候聴覚盾になるんじゃないかと思います。そしたらロシクに覚えさせてる継承戦法を確認していきたいんですけども、まず奉仕陣ですね、こちらはですね、首相の火力を飛躍的に上げてくれるということになってますので、この聴覚だけがアタッカーのこの編成においてはですね、必ず覚えさせる必要があるんじゃないかと思います。いくら聴覚の火力が高いと言ってもですね、一人だけしかアタッカーがいないということになってますんでね。で制御とかなんとかかけられたりだとかでですね、ダメージが出ないターンっていうのも考えられますので、そういった時のためにですね、奉仕陣のような、火力バフを付与できるようなものは必ず覚えさせる必要があるんじゃないかと思います。でもう一つ残匹騎法なんですけど、こちらの戦法を覚えさせてる理由といたしまして、速攻型の首相抜きを、防ぐという理由が大きいんじゃないかと思いますね。なんで一応聴覚の知力っていうのをですね、他の武将より高く保つ必要があるということになります。なんで曹操もロシクもですね、知力は結構高いので、聴覚はかなり頑張って、その知力に属性を振らないかんということになりますので、ランクアップもですね、そこそこしておく必要があるのかなという気がしますね。で武力が最も高い武将という場合はですね、この聴覚はちょっと厳しいということになってますので、もう最悪知力だけはですね、必ずこの部隊の中で一番高い武将にする必要があると思います。で兵法書に関してはですね、軍形を選ぶ必要があると思うんですけども、一つはですね、この増兵愛民ですね、こちらは毎ターン 50% の確率で一定の兵力を回復するとありますけども、一応ロシクがですね、属性を振り分けてしまうとですね、属性が低くなるっていうことでですね、耐久力が下がってしまうんですね。なんで仮に壊滅してしまうとですね、固有戦法っていうのがですね、もう発動できなくなってしまうということになりますので、こういった自身を回復するような、兵法書を解放してですね、ちょっとでも延命していこうということになります。で残りの2つに関してもですね、同じ目的ですね。1つは主精ですね、戦闘開始後3ターンの間被ダメージを 5% 減らすということでですね、これもですね、耐久力を保つためというところがあります。もう1つは防備ですね、被ダメージを 3% 減らすということになってるので、これはもう、戦闘終わるまでということになってるので、もうこの3つで固定でいいんじゃないかと個人的には思いますね。次は曹操および劉備の継承戦法を見ていきたいんですけども、一つは異部軍民ということになってますね。こちらの戦法に関してはですね、ロシクに覚えさせて、でロシクの奉仕陣をですね、こちらの曹操および劉備に覚えさせるというのもですね、なきにしもあらずではあるんですけども、その兵法書の関係だったりだとか、異部軍民っていうのはですね、味方も敵も火力が下がるというのはですね、統率の影響を受けて、4ターン目の回復というのはですね、知力の影響を受けるということになってますので、知力も統率も高い武将が向いてるということになってるんですね。ということでですね、ロシクに異部軍民よりはこの曹操および劉備に異部軍民の方が向いてるんじゃないかと思います。でもう一つの総戦釈戦に関してもですね、統率の影響を受ける回復戦法ということになってますので、劉備も曹操も統率は非常に高いということになってるので、戦法との親和性は高いということになってます。でさらにですね、弱体状態を解除という効果もありますので、その聴覚とかがですね、しっかりと攻撃を繰り出せるようにということでですね、この総戦釈戦は不可欠なんじゃないかなと思いますね。ただですね、僕は滑骨両毒でも問題ないかなというふうには思っております。
っていうのがですね、一応聴覚を守るためにですね、ダメージがまあ出ないように残壁砲なんかは、聴覚にかかるようにはするんですけども、それでもダメージが集中した時にですね、滑骨療毒でピンポイントで回復するっていうのもありだと思うんですよね。でさらに曹操も劉備もですね、知力が高いということになってますので、この滑骨療毒を覚えさせる資格は十分にあるんじゃないかということで、操船がない場合は滑骨で行くべきかなと思います。で兵法書を見ていきたいんですけども、これ劉備も曹操も共通でいいんじゃないかと思います。で一つはですね、将兵支援ですね。こちらは友軍で損失兵力が最も多い武将の兵力を回復するときに目標の被ダメージを 12% 減らすということが書いてます。なので操船作戦とか、あと劉備の固有戦法でですね、聴覚をまあ仮に回復したときに、その聴覚が最も、兵損がでかかった場合はですね、防御のバフがかかるということになりますので、まあ、かなりですね、回復した相手が硬くなるということで、これはまあそのヒーラーには欠かせない兵法書になってるんじゃないかと思います。で残りの2つはですね、消去法でいきたいかなと思います。っていうのがですね、聴覚に援護付きの防具っていうのを装備させてるので、それを阻害するような兵法書っていうのを覚えさせない方がいいんじゃないかと思うわけなんですね。っていうのが1つこちらですね、救援地産って読むかな、1ターン目にある友軍1人を援護するとありますけども、せっかく聴覚にダメージが集中するように援護付きの防具を装備してるのに、こちらでも援護してしまうということになると、聴覚に入るダメージっていうのを下げてしまうということになるので、これは覚えさせない方がいいんじゃないかと思います。でもう一つ新鋭ですね、こちらに関しても自軍主将の被ダメージを 7% 減らし、つまり聴覚のダメージを減らして、で、自身の被ダメージを、7% 増やすということになっているので、この曹操および劉備にですね、その属性振り分けっていうのがですね、当選してしまう確率っていうのが少し上がってしまうということになるんですね。なんでこちらも覚えさせない方がいいんじゃないかと思います。ということでですね、覚えさせるのはこちら遠距ですね。毎ターン行動時、自軍で損失兵力が最も多い場合、被ダメージを 6% 減らすということになってますので、これだとまあ邪魔はしないかなというところです。もう一つはこの霊軍ですね、戦闘中ある友軍単体の余ダメージを 3% 増やすということなんですけど、これがうまくですね、聴覚に当たるとですね、聴覚の火力がさらに上がるということになりますので、この3つを覚えさせるといいんじゃないかと思います。最後、聴覚に覚えさせる継承戦法なんですけど、これはもう太平同胞刮目相対ということでですね、聴覚に覚えさせる機会が本当に多い2つの継承戦法ということになってますよね。ワンセットって考えることもできるんじゃないかと思います。で一応代替戦法といたしまして、刮目相対は新参希望なんかでもいいんじゃないかと思うんですけども、どちらかというとですね、刮目相対の方が入手難度は低いっていうことになってますので、この従来の今見ていただいている戦法で組む方がですね、組みやすくて強いということにはなると思います。で兵法書に関してはこちら、失戦突入ですね、 20% の確率で固有戦法の準備期間を一旦減らすとありますけども、これ聴覚の固有戦法って準備ターンがありますので、それをですね、低確率ながらですね、カットしてくれる可能性があるということでですね、ツボに余ればかなり火力が出るということで、これにするべきかと思います。で残りの2つなんですけど、1つは勝利ですね。こちらでですね、希望の発生率っていうのを上げてですね、さらにこの太平同胞での効果っていうのを上乗せしていこうということですね。やはりこの希望が発動するかどうかっていうのはですね、この聴覚が火力を出すことにおいてですね、非常に重要ということにはなると思いますんでね、これでいいと思います。でもう一つは希望ですね。アクティブ戦法の余ダメージを 4.5% 増やすということで、この舞台でですね、ダメージ与えられるのってアクティブ戦法だけということになってますので、こういった兵法書を解放するのがいいと思います。ということで、組み方の注意点というのはですね、確認していただいたんですけども、じゃあこの天候聴覚盾どうやって倒すのかというところをですね、逆に考えていきたいんですけども、おそらくですね、騎兵の速攻型では抜けないんじゃないかと思いますね。その理由というのがですね、異部軍民や残壁砲でですね、聴覚を硬くしてるというところがあると思うんですよ。なんでなかなか抜くことはできないかなということで、これは除外したいかなと思います。でですね、じゃあ騎兵の知力系の部隊、まあ、核三世であるだとか技法機みたいな編成ですね、こういった編成だとワンチャンあるんじゃないかなとは思うんですけども、これ3人とも知力が非常に高いんでね、そこまでガンガンダメージが通るとも思えないというところがあります。でですね、この、天候聴覚盾自体もですね、非常に、火力が高くなっているので、その技法機とか核三世でですね、うまくですね、こうダメージっていうのを受けなくする方法っていうのがちょっと考えつかないので、まあ、強さ的にはなんかイーブンぐらいになりそうな気がしますね。メタっていうほど確実に勝てるような気もしないというのがですね、現状の予想ということになっております。
で、注目したいんが、この聴覚の固有戦法のアクティブ戦法でしかダメージが入らんということなんで、このアクティブ戦法さえ、抑えてしまえばなんとかなるんじゃないかなって思うんですよね。ってなるとですね、急所活量とかが一番熱いんじゃないかと思うんですよね。なんで、まあ、例えば、麒麟弓とかだったらですね、聴覚を防ぎつつ戦えるんじゃないかなとは思うんですけども、兵種適性的にね、こちらの方が、天候聴覚盾の方がですね、優位ということになってるので、その辺でどう出るかっていうところですよね、もしかしたら厳しいかもしれないなというところですね。で、諸葛亮を使う他の編成と言ったら、まあ、天下層なんかがありますよね。これだと槍になりますので、その兵種適正的にはイーブンということになります。でですね、その対戦したら、多分ね、天下層だったらなんとかなるんじゃないかっていう気がするんですよね。その一応諸葛亮のアクティブ戦法封じっていうのが式戦法になってるので、多分総戦作戦で解除できないんですよ。これはまあ仮に、花公園とかの最新付与とかの場合は総戦作戦で解除されちゃうと思うんですよね。なんで諸葛亮の槍とかがもしかしたら一番熱いのかなという気はしますけどね。その脅威とか長雲とか組まして、槍みたいなパターンも考えられるので、天下層でなくてはならないということでもないような気がしますね。あとはまあ、その体盾とかですね、同じような立ち位置の編成ですね、っていうんだったらですね、ランクアップ次第で勝負になるような気はしますけどね。やっぱりこの編成はですね、勢力一致っていうのがなってないので、属性っていうのはどうしてもあまり高くなり得ないっていうところがありますんでね、その同じ盾で強いと言われてる体盾とかだったらなんとかなるんじゃないかというふうに予想はしております。で、この編成をですね、最短で組もうと思ったらですね、シーズン3になりますね。ロシクが登場してからということなんですけども、その段階では総戦作戦は存在しないので、その代わりに滑骨領徳を覚えさせるとですね、組めるということになりますね。ただ、シーズン3では、天候とかあったんかな、急雪城とかも多分なかったと思うので、当然その分強さっていうのは、まあ微妙になってくるかなと思うんですけどね、火力が足りないみたいなところにはなるかもしれないんですけども、まあそれでもやっぱりシーズン3ではそこそこ、まあ核酸性とかは苦手とするかもしれないんですけども、それ以外の部隊、特に弓部隊とかに対してはですね、無双できるんじゃないかと思いますので、まあこの動画見てくださってる方の中でですね、まだシーズン3ぐらいですよっていう方はですね、ちょっと狙ってみてもいい編成になってるんじゃないかと思います。もしこの編成組んでみてですね、強かったという方いらっしゃいましたらですね、ぜひご報告いただけたらありがたいと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。